ンポン。ねえ、沙織、いいじゃん。何お姉ちゃん、いや特に用はないじゃん。話しかけられたよ、恥ずかしいじゃん。お姉ちゃん声でかいから目立つの。声でか、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 声でか。うちって声でかいんかな。ビッグボイス日本代表がなんか言っててくさ。誰の声が出てんや。私の声のでかさで負けるつもりありません。何そのマウントの取り方。にゃ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 。どっちもうるせえな。うちはもうクールキャラでいきます。極端やな。じゃあぶつかってあげますね。はい、東に本音出てるぞ。まずは見た目から変えていきますか。ほう、これぞめっちゃクールフール。おコンセプトにミチュンしちゃいましょう。コンセプトのテンションがもうクールじゃね。クール、なるほど。というわけでまずはこちらをかぶっていただいて。いや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 、野生超クール。モデルクールからは一番縁遠い存在になりましたね。ナイスクール。見てもこの圧倒的ボリューム感。クールにボリューム感はいらね。しかもこちら丸洗い可能となっております。え、洗濯超楽ちん。無駄に使い勝手よくしてんじゃねえよ。クールキャラといえば醸し出すそのミステリアスな雰囲気も大切です。ほい、じゃあミステリアスな感じに見た目を。チェンジ。うわー、なんかいっぱい血がついてる。これがミステリアス。ミステリアスな見た目に事件性を感じるっていう意味じゃねえんだよ。最後はセリフ。相手のハートをクールに貫くかっこいいセリフがいいですね。物理的な話じゃないよね。オッケーや。ではどうぞ。はあはあ、どこ行ってたんだよ。もう逃がさないぜ。怖すぎる。ねえ、人格じゃないですか。ゆい、そりゃそうやろ。なんかただのやべえやつが出来上がったな。よくぞここまで。これであなたはクールキャラ免許開伝です。うん、ありがとうありがとう。葵。え、じゃじゃん。何それお姉ちゃん。どこ行ってたんだよ。もう逃がさないぜ。うわ、金も。ゆかり騙したな。キモいって言われたやんか。ふむ、では次は絶対キモいとは言われない少女漫画風イケメンキャラとかどうです。え、何それ、なりたい。ではまず見た目から。お前ら